12年前にテレビ放送されたテレビアニメ「公共紙幣エウレカセブン」が3部作となって映画化。14歳の主人公レントンが人型コーラリアンの少女エウレカと出会ってからの22日間を軸に描かれた青春の物語。人類を脅かすスカブコーラルとの戦いが続く中、レントンの父親アドロックが命と引き換えに世界を救ったサマーオブラブ。そしてそれから10年の時が流れた。14歳になったレントンはアドロックの同僚だったビームス夫妻の養子となっていた。どこかぎこちない日々を過ごしていたレントンはエウレカとの出会いをきっかけに軍学校を飛び出した。今作のテーマは親子愛。頼みがある。子供たちのことを頼む。お前に何があっていなくなっちまったのか、あれから二人で考えたけどな、正直わからねえ。ただレイはお前が大切な家族だってそれだけは知っていてほしいって。鬱屈したレントンの心に光を与えたのが育ての親チャールズとレイ。二人の愛情とさまざまな人との出会いと別れがレントンに本当に大切なものを気づかせる。ハイエボリューションのここに注目。12年前の映像と新作映像を大胆にマッチング。京田総監督のこだわりは映像のフレームサイズ。かつての雰囲気を壊さないようある演出を加えることによって2種類のサイズを一つにしている。その2、音楽カルチャーの融合。ドイツのテクノユニットハードフロアや世界で活躍する DJ 広島渡辺が作り出す挿入曲と、映画音楽のスペシャリスト佐藤直樹が作曲する重厚な BGM がエウレカセブンの世界観を築いている。主題歌ではレントンのように伝説的なミュージシャンを父親に持つ尾崎裕也が担当。レントンの心情とマッチングし映画をより感動的に仕上げている。その3、まだ誰も知らない結末。一作目で描かれるのはこれまで描かれることがなかったサマーオブラブとテレビシリーズの前半部分が中心。2作目3作目では新展開を加えながらまだ誰も知らないエウレカセブンが描かれるという。果たしてハイエボリューションと名付けられた劇場版はどのような進化を遂げるのか。ゼロから始まる物語を絶対に見逃すな。狙うな、勝ち取れ。さすれば与えられ。私は行くよ。すべてを終わらせ、すべてを始めるために。公共紙幣エウレカセブンハイエボリューション。